家庭教師とかいなかったの？え、昔はいた。やったことないけど、昔はいた。昔いたよ、家庭教師の先生。で、なんかホワイトボードみたいなの家にあった。昔ね、めっちゃ昔ね。いた。え、マジで勉強しなくて。一回家庭教師の先生にぶち切れられたことある。今思い出した。で、なんかむちゃくちゃ、何で怒られたかわかんない。多分、ヨガちゃんと真面目に勉強しなかったからだろうね、多分。なんかむちゃくちゃぶち切れて先生帰っちゃったことあった。今でも覚えてる。今でも覚えてる。めちゃくちゃ、綺麗な女の先生だったんだけど。なんかめっちゃ怒らせちゃったことあった。何だったんだろうね。やる気がなかったのかな。やる気がなかったんでしょうね。ただ、あんまりやる気がなかったのは、あるかもしれない。